皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日は営業が苦手な女性にこそ持っててほしい、事業が 120% うまくいくための営業的思考法というお話をしてみたいと思います。教室の先生とか、女性全般なんですけれども、営業っていう言葉を聞いただけでこう毛嫌いをするというかですね、いや私そういうのできないんです、売り込み嫌ですとかっていう方結構多いんですけれども、それはおそらく、あなたの営業に対する勘違いというふうに私はお伝えしたいと思います。営業ってですね、売ることではないんですよね。確かに制約っていう形で契約をいただくっていうプロセスの中に、営業という言葉は入ってくるケースは多いんですけれども、売ってるわけじゃないんですよね。買いたい方が買いたいそのポイントを理解してあげて、情報を提供するっていうのが、私の中でいう営業という行為になりますので、私は営業職は22年やってますけれども、基本、数字のノルマはもちろんありますよ。会社員で働いていた時には。で、今もちろん自分が会社経営していて、自分が自分に対して数字のノルマというか、目標達成額っていうのは課しておりますけれども、それを営業だから辛いと思ってやったことは一度もないですね。ゲームの感覚に近くてですね、若干非常識に聞こえて申し訳ないんですけども、それをどうクリアしてこなしていくか、じゃあこのパーツとこのパーツをこう組み合わせればそれができるのかとか、数字のブロックパズル的な感覚でやっているんですが、対人の部分で、教室とか、その他いろいろ女性が関わるようなお仕事っていうのは対人であるケースとかが非常に多いので、物販とまたちょっとですね、扱いが違うんですよね。物販が売れていく仕組みも、人を介して売れていく仕組みといえば究極の究極のところは一緒になってくるんですけど、見え方が若干違うので、今日は教室の先生が、そういう売ってるっていう気持ちがなくですね、どういった形で事業がうまくいくようにですね、営業的な思考を持ったらいいのかということについてお話をしていきたいと思います。まずですね、冒頭申し上げましたように、営業は売るものであるという思い込みをまずは捨てていただきたいということですね。売るのではなく、過不足なく情報を提供すること、これが結果としてお願いしますという形で契約という形をいただくものになるので、教室の例えば体験会とかでもですね、単にですね、体験会を開催する先生、もちろんそれで決まってしまうケースがあるんですけれども、意図的に開催するという形、要は制約をいただくために体験会を開催しているのか、とりあえず体験してもらえるために体験会を開催しているのかでは、成果は雲泥の差が出てきます。なので営業的思考法というのはですね、結果として決まっていく、ないしはお客様からきちんと申し込みをいただく、この思考で動いていかないとですね、事業は先細りになる一方です。だから、伝えるのが苦手、売り込み苦手って思ってる人は、基本的には事業は縮小方向に向かうのは ほぼ間違いないですね。なぜかっていうと、紹介することができないから発展がないんですね。紹介することができないっていう自分が、ブロックを持ってしまっていると、心の障壁ですね、それを持ってしまっていると、商品というか、自分自身なのかもしれません。もしかしたら教室の場合には教室の魅力とかそういうものを伝えることすらできなくなってしまうので、まずはそのブロックを捨ててほしいんですね。では、ブロックを捨てた後、じゃあどうやって自分の教室、ないしはご自身の方、特にカウンセラーとかコーチの人とか、私もコンサルタントもそうですけど、自分自身が商品なんですよね。だから自分自身としてプロデュースしてほしい、私の場合だとクライアントさん、問題解決をしてくれるんじゃないか、このコンサルタントは、みたいに思ってもらうためのプロモーションは自分でやらないといけないんですよね。自分自身が商品の方は。で、教室の場合にはコースメニューとかレッスンメニューとか、そういうものを売っていくことになるので、
ウェブ上で売れれば一番いいです。私のパン教室のサイトは実はそうしていました。ほとんど体験会やってなかったです。だから体験会を探されないようにですね、一応作ってはあるんですけど、端っこの目立たない下の方に体験会のバナーとかやってましたからね。体験会なしでウェブサイト上で普通に申し込みが入るようにウェブサイトを作っていましたので、それが本当は一番楽だと思っています。はい、それはコンサルタントになった今でも基本は変わっていないです。なるべくウェブサイトを読んだら信頼してもらって申し込みが入るようにウェブサイトを作っています。はい、ここはね変わってないです。では、その来てくれる人ですね、どうやったら申し込みしてもらえるのか、皆さんがもしや勘違いしている営業という手法はどういうプロセスで行っていくのかということなんですけれども、まずですね、自分がしゃべる前に相手の方から情報をどれだけきちんと引き出せるかということがとても大事になってきます。よく誤解されているんですけれどもね、それはきっと騙す人がいるからだと思うんですけど、セールスマンは口がうまいみたいに勝手に勘違いしてる人いますね。あと饒舌で多弁な人がセールスとして成功するっていうふうに勘違いしてる方多いんですけど、実はですね、聞き上手な方が全然セールスというか成約率はめっちゃ高くなります。なぜかというと、人っていうのは自分のことを聞いてくれる、ないしは共感してくれる人に対して心を開く傾向がありますので、これは営業的な部分とかっていう意味ではなくてですね、その人に興味を持てるかどうか、あとは人の悩みをどう解決してあげられるんだろうかっていうことに寄り添えるタイプの人の方が営業成績がいいし、教室でも成約率が高いです。で、私はもともと営業だった時に法人も個人も、額も小さい額から大きい額まで、あらゆる形、カウンター接客セールスもやっていたし、ルート営業もやってましたし、新規開拓で、飛び込み的なものもやってましたし、ちゃんとデンバーテレアポを取ってから行く営業、さまざまな形態の営業をやっていたんですね。ですから、いろんな方といろんな状態で出会っていくときに、どんな状態でも決めていくっていうことを常に心がけながらやっていた会社員時代22年だったんです。だから何気に営業がよくできる人でございました。はい、嫌いだったらそんな続きませんからね。嫌いじゃなかったんです。全然楽しかったし面白かったし、いろんな人と会えていろんな話、決まるから逆に面白いのかもしれないですけれどもね。じゃあなぜ決まるのかなんですけれども、特に初回訪問とかでは私は聞くことに8割から9割の力を割きます。そこで決めなくちゃいけない時にはしょうがないですけど、大型案件っていうのは大概持ち帰って提案するっていうことになっていくケースが多いので、特に高額とかのものですね。そうするとどれだけ情報を聞くことができるか、聞くことができるかっていうことは質問力にかかってます。質問力はじゃあ何を基準に質問していくのかっていうと、たった一つです。その人が一体何に一番困ってるか、これを引き出すための質問を繰り返す必要があります。本音を言ってくれてない場合にはご自身も気づいてないことがネックになっちゃってるって気づいてなくてですね、本質が分からなくて何が欲しい何が欲しいって言ってるケースとかがあったりするので、それを本当にそれが欲しいのかなっていうことを多面的多角的に考えていく必要があります。例えばそうですね、私の場合はパン教室だったのでとても分かりやすいお題目でやってるケースが多かったんですけどもね、例えば低糖パンのクラスっていうのは低糖質制限のパンしか食べられない方が習いに来るケースが多かったんですけれども、糖質が制限されてるパンだから習いに来てるんですよ、ベースは。だけれども本当にその人たちが欲しいものっていうのは何だったと思いますか？低糖質の人が低糖質のパン教室に習いに来てる、糖質制限のパンであるのを習いに来るのは間違いないんですよ。だけれども皆さんが本質的に求めているものは何だったかっていうことですね。これ分かると集客は楽になるんですけどね。ちょっと考えてみてもらいたいんですけど、さて何でしょう。
ですね、糖質制限の方っていうのはパンが糖質制限されてるっていうのは当然なんですよ。ツールっていうか教室のメニューとして別に何ら魅力はないです。まあ確かに12個のパンを習えるっていうのは魅力かもしれないですけど、そんなのは当たり前なんですよね。糖質制限のパン教室なんだから。何が本質的に欲しかったかっていうと、例えばあったかい焼きたてのパンを自分が好きな時に好きな個数を焼いて食べられるという、これ一見すると当たり前風なんですけど、冷凍パンで食べてる方が結構多いんですよ、取り寄せの。そうすると高いし、冷凍を解凍して温めるので自分で焼く焼きたてのパンとは全然味が違うんですね。その喜びがあるっていうのがまず1個ですね。あと、作るパンを作る成形の楽しみですね。買ってくると当然それはないのと、あとはまあなるべく営業効率を良くするために売ってるパンっていうのは成形に凝ってないんですよね。丸パンとかロールパンとか。そうすると例えばそれを成形として楽しんでいただくっていうことを鑑みた場合に、パン作りっていうものを糖質制限のパンでも楽しめるっていうのが、まあ、私の場合おしゃれな成形を売りにしてたパン教室だったんで、そこが単なる丸パンとか飽きちゃったし、自分もこうパンを作ること自体の喜びを感じることができるっていう、ここがまた利点であったり、もう一つはですね、家族と一緒のものを一緒に食べていけるっていうことですね。冷凍パンっていうのは全てを否定するわけではないんですけど、まあそれが届いてそれをやるっていうことなんで、家族の分とかっていうレベルのものじゃなくてですね、自分だけちょっと阻害されたような感覚がある。だけれども自分でもしもパン作りができたら、具材だけ変えて一緒の時間で一緒の時に焼いて食べることができるんですよね。それっていうのは家族と一緒に食べて、で家族もそれを食べても生地が嫌いでなければですね、なるべく美味しくなるような生地の配合で考えていたんですけど、家族全員で食べても全然こう違和感がない、糖質制限だからという、特別な味になってないパンっていうのをみんなで食べることができる、食卓を一緒にみんなで食べることができる、その喜びがあるから習いに来てる人が多かったんです。このあたり分かりますかね。糖質制限のパン教室で糖質制限のパンを食べられるのは当たり前なんですよ。だけどその他に何を求めて人は来てるんだろうかっていうことにフォーカスすると、そういう人を引き寄せることができる、ブログを書くこともできるし、写真を載せることもできるし、自分の思いを伝えることもできます。あと私の方では、あともう一つ天然酵母パン、おしゃれな天然酵母パンっていう、成形に凝った天然酵母7つを使って作っていくパン教室の講座も別途持ってたんですけれども、そちらはどういうコンセプトかっていうと、自分が自分のためにパンを作るっていうことは、まあ、昔からある、ないしは家族のためっていうのもあるんですけど、私がターゲットにしたのは50代60代の方だったので、その方たちっていうのはもう子供の手を離れてしまう、子供が手を離れてしまって、昔はバク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 いくらでも喜んで食べてた子供たちは外に遊びに行っちゃう、自分のことはそんなに構ってくれないという、そういう状態になった時に、まあ寂しくなっちゃったりする方も結構いらっしゃる年代なんですよね。でその時には友人とか、まあママ友とは言わないんでしょうけどね、その年代の方だと、まあ女友達ですね、旅行に行くようなとか、お芝居を見に行くようなっていう、まあ、アクティブな方は私は想定していたので、そういう友達たちの女子会というか集まりとかですね、まあ、そういう時にちょっと優越感を持ちながら、このパン作ったのみたいな形でそこに出していくとか、あとはおもたせっていうか、お土産で持っていく時に誰かの家に行くときにそのパンを持っていくと褒められる、そのありがとうとかすごいねって言われる、その言葉を聞きたくてパンを作ってる方も結構いらっしゃったんですよね。だから自分でももちろん美味しいって食べるんですけれども、その他の人のためにっていうことでパンを作る喜びを見出してほしい、だからプレゼントしたくなるおしゃれな天然酵母パンっていうのが私のパン教室のコンセプトだったんです。だからそれに賛同する方が来てくださっていたので、当時はですよ、今はあるのかもしれませんけど、そういう切り口からパン教室を提案する教室がなかったんです。だから全国から人が来ていた
特殊な教室でしたので、あとはまあもう一つ余談で言うとですね、特殊な教室っていうことですと、私自身のキャラクターが面白くて、パンはさておき会いたくって習いたくって来たっていう方も途中から結構増えました。それはあの女神のヘッダーっていうちょっと変わったディズニーランドをあのオマージュしてコンセプトを作って、あのパンと女神っていうのをコンセプトにしたので、私が女神風に変装してやったヘッダーをつけてからそういう人が増えました。当然これをやるっていうことは、そんな気持ち悪いパン教室怖い行きたくないっていう人もいましたよ、あの違うとこから聞いた時に。でもね、いいんです、楽しいと思って来てくれる人だけを集めようって決めて作ったのがそちらなので、結果集客が増えたんです、私の場合は。なのであのどれだけそのお客様のですね、要望悩みを上手に聞き出すことができて、それに沿った商品をどれだけきちんと作ることができるのか、ここにつきますね。だからこれが営業力なんですよね。営業っていう言葉を毛嫌いしている方にはぜひ考えを改めてほしいんですけどね。営業っていうのはお客様が必要とするものを提供していくことっていう活動が営業活動になりますのでね、売ることじゃないんですよ。だからそういう人に限って変な商品作りますね。変な商品っていうのはどういうことかっていうと、特に誰にも求められない自分よがりの自分が好きだからやります的な商品を作る人、これがあの営業嫌いな人が割と作りやすい商品構成ですね。それを作ってしまうとどうなるのかっていうのはおそらくもうお分かりだと思いますけども、誰も欲しがらない商品を作るわけなので、誰かが欲しがる商品をきちんと向き合ってリサーチして作っていない場合には、まず探してもらえないです。で、探してもらえなかった場合にはどうするかというと、自分でいいよいいよって特定の誰かないしは友達とかに言いに行かなくてはいけないですね。そうすると下手すると友達関係失ったりとかですね、あの人また誘ってるしつこいなとか思われたりとかで、あとは挙句の果てにはね、そういう集まってない教室なんだよねっていう噂が流れると、ますます人が集まらなくなるという悪いスパイラルに入っていってしまうんですね。だからあの営業を嫌いということではなく、私は非常にこう頭を使うですね、クリエイティブな作業だと思っています。で、そこの軸になるのはお客様の悩み解決、この視点で、教室を作れるかどうかが事業が 120% うまくいくコツということになります。なので共感力と質問力、これが結構大事になってくるかなと思います。打足というか、まあ、余談ですけれどもね、あの求められるものを優先する場合には、必ず自分が好きでないものでも技術があってできることであれば、それを実現することもあるということです。例えば私はスイーツを食べるのはとても苦手です。だけれども、テトパンのクラスの生徒さんがスイーツ、テトスイーツも習いたいという話を言った時に、人数が結構多かったんです。で、私のスイーツとかをできる友人に依頼してテトスイーツのレシピ作ってもらってですね、その彼女のところに行って習ったらということで彼女を紹介したりしてたんですけど、そのテトパンの人たちは私から習いたいというふうに言われてしまったんですね。ということはどういうことかっていうと、レシピはある、教えてくれる人もいる、だから私が彼女にそれを習って技を習得して私から習いたいっていう人に低糖スイーツをお教えしました。なので、まあ、何が辛かったかというと、写真撮影ですね、6個とか一気に焼くんです、焼いたりとか作るんですけど、美しい写真を撮るためにこれをさばくのがね結構大変で、食べられない人なんで、なので当時ジムに通ってたんで、ジムの仲間っていうか女性にですね、低糖パンで太らない、あ、低糖パンじゃない、低糖スイーツ太らないからつってあげると、みんなわらわら持って帰ったんで、それでさばいたって感じだったんですけどね。はい、使ってる材料も高いんで低糖スイーツめっちゃ高いんですよ。うん、でもそれでも食べたいっていう方にはそういうのがあったんで、私はそちらを経営的事業的に優先したので、私の好き嫌いの問題ではないところでも、あのその人たちを救ってあげたいなと思ったから自分が覚えて提供したっていう、そういう経緯とかがあったりします。ですので、まあ、あの事業をどこまで深く、自分で検証して、かつどういうものを提供していけるかっていうことを考えた時には、営業っていう感覚がね、おそらくなくなると思うんですよ。この人のためにこれをやってあげたいな、
問題解決のためにどんな講座があったらいいんだろう。これはパンの時も今のコンサルタントをやってる時も全然変わりはありません。だからコンサルメニューいろいろ私あるんですけれども、それができるのは必要に応じて覚えていくからですあ、このメニューが必要なんだな、こういう人たちに。あと時代の移り変わりに合わせて新しいことを覚えています。だからコンサルをやり続ける限り私はずっと学び続けるので、コンサルが7割だったら学びが3割ぐらいな感じですね。ちょうどおそらく物販の仕入れとあれの関係に近いのかな、3割が原価になるみたいな感じなんで、そこの分ぐらいを私は学びのために、新しいことを吸収するために、皆さんに提供できる知識を増やすためにやってたりとかしています。なのでもう一回ちょっと話を戻す と、営業的思考法っていうものを身につけてほしい部分の一番の大きなポイントは、お客様の悩み解決のための商品をどう作れるか、これが必要な営業マインドになりますので、ぜひそんな視点からですね、営業っていう言葉を考えていただくとまた違った面が見えるんじゃないかと思いますので、ぜひ頑張ってみてください。それでは。